倒れたらしいじゃねえか。大丈夫なのかこいつは。偶然通りかかった俺の手下が発見してな、なんとかここまで運んでくることができた。傷自体は大したことねえんだが、ここ最近戦いが続いてたせいで疲れが限界に達したんだろう。今は休ませてやれ。そうか。ねえ伊藤さん。ん？一体どういうことな？なんで旦那がこないに傷つかなあかんの？俺はかつて一等一等斎という名の剣士だった。伊藤さんが剣士？ああ、そしてこいつはまたある一人の剣士だった。そう、宮本武蔵だ。これでよしと。あ？おはる、どないした？いや、別に。せやけど驚いたな。旦那があの宮本武蔵やなんて。うん。でもま、別に旦那が誰であっても、うちらには関係あらへん。せやろ？せや、ちょっとお店の方に戻るわ。おかみさんに事情話しとかんと、後で大目玉食らってまうしな。あ、じゃあ私も。あんたはここで旦那のこと見とき。もし何かあったら大声あげて知らせてや。はい。ほな、また後で来るさかい。
この刀の持ち主を知りたいんです。それはあの人殺しの宮本武蔵って男の刀よ。殺すの？吉野さん。別に止めへんで。あんたが後悔せんかったらの話やけどね。と旦那に何があったんかはよう知らへんけど、もし殺すとしたらもう少し後でもええんやないの？え？この人が本当にあんたの知ってる宮本武蔵かどうか確かめてからでも。追いかけんでええの旦那。寝たふりなんぞして。今の俺はあいつに何も言えないからな。そう。さあ、これでいよいよ振り出しだな、飛龍。ああ。吉岡道場に果たし状を送ったもう一人の武蔵ってのは当時だったわけだからな。お春の両親を殺した宮本武蔵ってのが誰なのかは結局わからずじまいか。これからどうするんだ、お前さん。祇園から出ていくのか。え？出ていく？だが、お前さんがあの町にいたのは、佐々木や丸美といった連中と戦うためだったんだろ？居場所が暴れちまった以上、もう奴らを待ち伏せすることはできねえ。それにお前さんの正体を知って、命を狙いに来る連中もいるはずだ。どうした？何か別に祇園に残る理由でもあるのか。伊藤さん、あんたはどうなんだ。うん？俺か？俺はまあ別に行くあてもねえし、しばらくあの町で生きていくさ。まあ居づらくなったら気ままに出ていけばいいだけの話だからな。どうしたんだ。俺は遥と約束したんだ、仇を討つってな。だからまだ祇園から去るわけにはいかない。それに?いや、何でもない。吉野か。あの女はやめておけ。え？お前と吉野の間に何があったのかは知らねえ。だがあの女には何か裏がある。一緒にいればいつかお前を裏切るようなことをするかもしれねえ。どういうことなんだ。あの鶴屋の炎上、表沙汰になっちゃいねえが、火の出所は遊女の控え部屋だったらしいんだ。じゃあお前は吉野が火をつけたと。まあその可能性が高いってことだ。あの日宴席が始まってから火がつくまでの間に、あの座敷から外に出たのは吉野だけだ。ああ。だが他の座敷にも
遊女はいたはずだ。それに遊女だったら誰でもその部屋には入れるだろう。吉野と決まったわけじゃない。板倉がお春を座敷から連れ出した時、吉野は二人の後を追うように出て行った。しかし火事が起きて火が回った時には板倉とお春のそばに吉野はいなかった。お上が必死で客と遊女を店から避難させた時、そこにも吉野の姿はなかったそうだ。まさかあの吉野がな。俺も信じたくはねえさ。だが吉野が火をつけたと考えると辻褄が合うんだ。だがなんで吉野は火をつけるような真似を。さあな、そいつばっかりは本人に聞いてみないことにはわからねえ。だがあの時小次郎はあたかも鶴屋に火がつくことを知っていたような口ぶりだった。つまり小次郎と吉野は裏でつながってるということか。そうなるな。鶴屋からお春を連れ出そうとした板倉、それを阻止しようとした小次郎と丸め、そして小次郎に協力して鶴屋に火を放った吉野、一体何が起こってるんだ。わからない。だが全ての鍵を握っているのは遥かということだけは間違いない。キリュウ、悪いことは言わん。お前さん、この件から手を引け。お前がお春から頼まれた敵討ち、どうも話が大きな方向に進んでる。これ以上足を踏み入れると取り返しのつかないことになるぞ。いや、俺はやる。キリュウ。伊藤さん、あんた前に言ったよな、俺はバカだと。いや、あれ話の例えであって。俺はな、伊藤さん、あんたにそう言ってもらえたのが嬉しかったんだ。だから自分が信じた道を突き進む。たとえその先に地獄が待っていたとしてもな。そうか、なら俺は止めない。おめえの好きにやればいいさ。伊藤さん、キリュウ、やっぱおめえは本物の大バカだな。うん、まあそこまで腹決まってんならよ、自分が納得するまで暴れ回る。ああ、でも絶対にあんたたちには迷惑はかけない。ああ、お前何水くせえこと言ってんだ。こうなら俺もやけだ。お前とことんお前に付き合ってやるよな。なあ小枝さんよ。そうだな、俺にとっちゃお前らと一緒にいるのが一番面白いからな。俺を飽きさせないでくれよ、キリュウ。聞きたいことがあるんじゃが。うん、どちら様かな。ここに勝手に入ってもらっては困るんだが。いや、ここが情報を売っていると聞いたから来たんじゃが。わかった、じゃあ話だけでも聞こう。何の用だ、じいさん。いや、実はな、京に出てきたはいいものの道に迷ってしまってな。どこへ行きたい。
祇園の鶴屋という店なんじゃが。鶴屋だと？実はその店にわしの身内の者がおってな、その人間に会いたいんじゃよ。身内？誰なんだ？それは言えん。で、じいさんが欲しいっていう情報は？鶴屋の場所か？それとも遊女の情報か何かか？実はな、その町で駆け回りとかいう仕事をしておる桐生って名前の男のことなのじゃよ。え？桐生だと？ちょっといいか、じいさん。あんた、その桐生って男の何が知りたいんだ？ん？いや、別に何かが知りたいってわけではないのだが、会って頼みたいことがあるだけじゃ。頼みたいこと？うん。今日に遊びに来るにあたって古くからの友人に相談したら、その桐生っていう男がかなり今日の町に詳しいということを聞いてな。友人？一体誰なんだ？奈良の片田舎で坊主をしておるやつじゃ。もしかして宝蔵院陰影じゃないのか？そうじゃ。なんでわかったのだ？俺があんたの探している桐生一馬之助だ。ん？ほう、お主が。あ、そうであったのか。以前陰影のじいさんから俺を訪ねてくる人物がいると聞いていた。もしかしてあんたがその人物なのか？ん？何の話じゃ。わしはそんなことは知らんぞ。おい、キリュウ、このじいさんは違うんじゃねえのか？そうだな。で、なあじいさんよ、それであんたは俺に何を頼みたいんだ？夜までの京案内じゃ。は？昼に遊郭を訪ねても面白くないからな。夜に鶴屋に行くまでの間、今日の案内を頼みたいのじゃ。
で詫び入れろや。ペーシャミトにしてやるのすわ。
Oh!
行くぜ。ナムさん。6か。四五郎。行け。ナムさん。豪華。くそ。くそ。くそ。行け。兄さんが親やで。
Thank you.
行くぜ。やりますな。おほう。やりますな。
ほう、ここが祇園か。さ、では入ろう。ちょっと待ってくれ。ん？どうした？都合でも悪いのか？この格好で入るのはちょっと。ほほほ、そうか、そうだったな。お主は剣士と駆け回り、二つの顔を持っておる身じゃからな。え？あんたどうしてそれを？わしはお主のことを前から知っておるのじゃ。ずっと前からな。だからお主に今日案内を頼んだ。どういうことだ？ま、詳しい話は後でしよう。それより早く着替えてきたらどうじゃ。ああ、わしは門を入ったところで待っとる。早く戻ってくるのじゃぞ。
出りゃ。あんたもこの町初めてなんじゃな。せやねんじいさん、せやから案内せえっちゅう言われてもできへんねん。どうしたんだあんたたち。おお、ギリュウちゃんやないか。今からあんたの店に顔出そう思ってたんや。なんだ、二人は知り合いか。それはよかった。どういうことなんだ。いやいや、このじいさん、祇園が初めてらしいね。せやからわしに案内せえちゅうてな。お前が来るのが遅いから先に中を見て回ろうと思ってな。この片目の兄ちゃんに鶴屋って店の場所を聞いてたんじゃ。なあ、そろそろ教えてくれ。鶴屋にいるあんたの身内ってのは誰なんだ。おはるじゃ。何？じゃあ、あんたは。それはまあ、おいおい話すとしてだな。ちょい待てよ。何や、おはるって。そないに有名な遊女なんか？いやいや、まだ小さい子供じゃよ。だが、桐生殿も痛くお気に入りの娘なんじゃ。ほう、そりゃすごいな。桐生ちゃんのお気に入りか。おい、ちょっと。さ、じゃあ行こうではないか、その鶴屋に。そうじゃ、兄さんも一緒にどうじゃ。え？ええんか、一緒に行っても。やいよ。おいおい、何をしておる。さっさと案内してくれんか。わかった。
りゃすまんな。せやけどじいさんも物好きやな。今日までやってきて一番行きたかったところが遊郭やったなんて。なんだお主は楽しくないのか。はあ、なんや正直拍子抜けや。酒は男どもと飲んどる方が楽しいわ。なんかこうかしこまった感じがして調子が出んわ。そうじゃな、わしも若い頃は酒は戦場で飲むのが一番じゃった。おお、じいさん昔は戦に行ってたんか。当たり前じゃ。こう見えても昔はガンガン敵陣向かって攻め込んでいったもんじゃ。そうか、そりゃ面白そうな話やな。もっと聞かせてくれや。しました。おい、どうした、ちゃんと聞いているのか。ああ、ああ、うち、ちょっと気分が。姉さん、姉さん、まだお座敷の途中やのに。ちょっと失礼します。先ほどは太夫が失礼いたしました。いやいや、気にせんでくれ。おかみ、わしはちっとも気にしておらん。お主たちもそうだろ。ああ、獅子堂、あんたは。あ、ああ、わしもや。何も問題ないで、おかみ。そう言うていただけると。ま、そういうことじゃ。もうよいぞ、おかみ。どうなさいました、お客様。ちょっと気分が悪くなった。外の空気でも吸ってくるわ。ま、酒に酔ったんじゃろ、心配ない。ところでおかみ、少し話したいことがあるんだが、今よいか。あ、はい、なんなりとおっしゃってください。うん、実はな、おはるという遊女のことじゃ。おはる、おはるのことで。ああ、そのおはるという遊女、かなりの上玉だと聞き及んだのだが、いかがなもんじゃ。はあ、まだこの町に来てから間もないんですが、ゆくゆくは太夫にもなれる器かと。ふんふん、そうか、そんなに良い娘なのか。ええ、せやけどお客様、どうしてそんなにおはるのことを。ああ、いやな、実はそのおはるという娘を身受けしたいと思っておるんじゃ。え？あんた、何を言ってるんだ。おはるを身受け？ご冗談を。冗談ではないぞ、本気だ。して、いくらかかるんだ、おはるを身受けするには。いくら言われましても、おはるはまだ心臓になったばっかりどす。値段をつけろと言われましても。よいぞ、いくらでも。おかみの言い値だけ出すとしよう。して、いくらなんだ。どうしてもとおっしゃるなら。おっしゃるなら。500両。500両いただきます。おお、500。500だと。それじゃあ、あの吉野と同額だというのか。はい、おはるはいずれ
鶴屋の看板になれる遊女、太夫の吉野と同じだけの価値があるとうちは思ってます。うん、分かった。明日にでも金は届けさせよう。ちょっとあんた本気なのか。ああ本気じゃ。それでよいな、おかみ。わかりました。ですが身請けには本人の了承が必要。お春の説得はお客様にお任せいたします。それでもよろしおすか。わかった。そういうことなら明日お春に直接話をしよう。あの女どこかで。ダメや、思い出せ。お、あかん、あかんで、これは。うわあ！おい、人が降ってきたぞ。大丈夫か？大丈夫か？誰か人を呼んで。おい、死んねんじゃねえ。大丈夫かよ。おい、生きてるぞこいつ。全部思い出したで、キリュウ。いや、ムサシちゃん。すみません。お嬢ちゃん、名前は？え？ん？なんか外が騒がしいな。雨でも降ってきているのか。どうした、お主も気分が悪いのか。遥かを見受けする話、あんた本気なのか。あんた一体何者なんだ。わしは、ごめんやす、キリュウの旦那。ちょっと大変なことに。何があった。それがお春が固めのお客さんに。え、詳しく聞かせてくれ。先ほどこの座敷にいらっしゃった固めのお客さんがお春を無理やり連れて祇園から出て行ってしまったそうです。獅子戸が。どうして春かを。さあ、わけはようわかりまへんが、固めのお客さん、止めに入った大門の男たちを立ちどころに振り払うと、清水に行くとだけ言い残して出て行ってしまったと。清水寺か。なんや、桐生の旦那にこのことを伝えろと、わけのわからんことを言うてたそうで。どないしまひょう。どうかお春のやつを助けに行ってもらえまへんか、桐生の旦那。あ、すぐに行こう。じいさん、あんたはここで待っていてくれ。ああ、お主に任せる。お春のこと頼んだぞ。
どうしたんだ。旦那、おはるが連れ去られたって。今から連れ返しに行く。うちも一緒に行く。ダメだ。でも大丈夫だ、必ず俺が連れて帰る。それにお前が祇園から出たら、それは足抜けになってしまう。この町の人間としてそれを助けることはできない。でもうち旦那とおはるには。今は時間がない。とにかく俺を信じて待っていてくれ。それじゃ。Thank you.
Run!
Yeah!
シシド。おお、ようやく来たんか。キリュウちゃん、いや、ムサシちゃん。お前、ハルカをどうした？あっちや。おじさん。
はるか。あんたとサシで会うにはこないなことするしかなかっただけや。真島、お前ついに思い出したんだな。せや、鶴屋であの遊女に会うた後全部思い出したわ。どうしてわしがここにおって、どうして左目が見えんのかもな。そうか、なら俺とのことも。マジマ、どうして。それはこっちのセリフやで、武蔵ちゃんよ。何を言ってるんだ。俺とお前は戦う理由がないはずだ。それが終わりやねん。説明しろ、マジマ。浮世、浮世のことや。浮世だと。わしはあんたに浮世のことを頼んだぜ。それがどういうことやねん。マジマ、それは。わしは浮世とあんたには幸せになってほしかったんや。それやのになんで。マジマ、確かに俺は浮世を守りきれなかった。だがそれは。なんで浮世が遊郭で働いとんねん。浮世か。わしが知っとる浮世は、あないな場所で働く女とちゃうわ。お前が浮世のことそそのかして働かせとるやろが。違う、聞いてくれ真島。違うもヘッタクルマーケ。キリュウちゃん、イエアちゃん、ムサシちゃん。ああ、もうややこしいわ。どっちでもええ。とにかくお前が浮世のこと遊郭に売り飛ばしたんやろが。違う、違うんだ。お前にも大切な人間、おもちゃにされる気持ち味わせたる。おじさん、どうして。いくらお前が俺の親友でも、こいつに手を出すことだけは許さねえ。おお、ようやくやる気になったようやな。俺はどうしてもこいつを守ると決めたんだ。そのためならお前でも相手にする。そうか、それなら一丁勝負をしようが。わしが勝ったらあんたは浮世を手放す。あんたが勝ったらわしは浮世を諦める。まあいいだろう。ほんな勝負ができるじゃん。やっちゃうわ、武蔵ちゃんや。行くで、武蔵ちゃん。来い。うわ。うわ。来いや。
Hehehehe
まさか足抜けして。違うわ、話は後や。真島さん、しっかりして。真島さん、浮世。真島さん、違うんや。うちは浮世やない、姉のアゲハや。アゲハ。あなたが殺した神津家の国の剣士、白井清之進の娘、アゲハや。そうか、あの時の。あなたが浮世を世話してくれてたんやろ。なんで、それを。浮世からもらった文に書いてあった、あなたとのことが。まさか、あなたが浮世と暮らしてるとは思わんかった。そっか、あんた姉ちゃんの方かいな。わしの勘違いやったんか。ほなら、浮世は今何をしとんねん。今も近江の国で元気にしとんのか。いや。どうしたんや。浮世は4年前死んだんだ。何やと。どういうことや。俺が殺したんだ。桐生ちゃん。旦那、あの噂本当やったんやね。浮世を殺したのは宮本武蔵って噂、あれはほんまやったんやね。旦那やない、旦那が宮本武蔵やったとしても、浮世を殺したはちゃう人や。そう信じてきたのに。吉野、なんでな、なんで浮世を殺した。アゲハちゃん、そらちゃうで。せやろ、キリュウちゃん。あんた、関ヶ原の時みたいにまたはめられたんやろ。
ああ、俺は浮世を守ることができなかったんだ。あの時俺は追われていた。徳川、そして賞金稼ぎの連中に。浮世は俺を守るため、そいつらの犠牲に。ほんなら旦那が浮世を切ったわけじゃ。吉野、この俺の剣についている鈴は浮世がつけてくれたものだ。俺が再び剣を取った時のお守りとして。俺はお前に初めて会った時からお前が浮世の姉だと思っていた。だが今まで本当のことを話せなかった。許してくれ。なんだなアホ、なんでなんでもっと早う言うてくれへんかった。ようやく終わったか。とんだ茶番劇だな。佐々木小次郎、始終見せてもらった。関ヶ原から続く感動話、涙が出そうだったぞ。貴様、おっと、状況をよく見てみるんだな。この娘が死んでもいいのか。しかし本当にバカな連中だ。お前もせっかく自由の身にしてやったというのに、こんなところで何をしているのだ。え、どういう意味だ。鶴屋の火事を覚えているだろう。俺はこの女の自由と引き換えに火をつけさせた。この女はすでに身請けされた自由の身なのだ。そうか、だからお前祇園を出てこれたのか。だというのに、なぜお前はまだ祇園にいるんだ。とっとと逃げてればいいものを。それは宮本武蔵が気になったからか。そうや、うちは旦那が本当に浮世を殺したんかどうか確かめる必要があったんや。一度は金に目をくらませた遊女のセリフとは思えんな。小次郎、お前。ええんや旦那、その通りなんやから。確かにあの時のうちはどうかしてた。自由の身になれると思って店に火をつけた。せやけど分かったんや、あんたみたいな男に金で身請けされても意味がないってことに。ふっ、折れたのかこの男に。そうや、うちはこの人のおかげで目が覚めたんや。金なら返す、そしてうちは祇園に残る。吉野、お前。まあよい、あとはこの娘を始末しさえすれば俺の任務は全て終わる。何をする。5年前お前に切られた左目の借り返させてもらうで。この死に損ないが。マジマ、マジマさん、
始まる。5年前を見ているようだな、宮本武蔵。小次郎、貴様、しばし待て。この勝負、わしが預かる。なぜ、あなたがここに。この娘を斬ることは許さん。お主もそれは、分かっておるな。お主の立場も分かる。じゃが、ここはわしの顔を立てて、素直に帰ってくれ。わかりました。待て。逃げるのか、小次郎。お前も一度、俺の前から逃げたはずだ。改めて、お前と戦う日まで勝負はお預けだ。ごめん。おお、かわいそうに。今助けてやるからな。ちょっと待てよ。ん？あんた一体何なんだ。遥を身受けすると言ったかと思えば、小次郎とまでつながってる。俺たちをどんだけ振り回せば気が済むんだよ。よし、これでよい。おい、聞いてんのかクソジシ。あんたがもっと早く来ていれば、真島も死なずに済んだんだ。そうだな、お主の言う通りじゃ。わしはちょっと遅すぎたのじゃ、すべてにおいて。なんだと。すべてのことを話そう。わしとお春のこと、そして佐々木小次郎のすべてを。すべて。お主にすべてを聞く勇気があればの話だが。わかった。話を聞こう。ならば明日、祇園の大門前に使いの者をよこす。その者たちと一緒にわしのところへ来い。よいな。ああ。